お買い上げいただいたジャー炊飯器の性能を十分に発揮させ、長くご使用いただくためにはお手入れが大切です。ここでは特にお手入れが必要な蒸気キャップ、吸水レスオートスチーマー、内釜の3つについて説明します。お手入れの前に次のことを確認してください。やけど防止のため本体が冷めてからお手入れをしてください。部品を傷つけないためにスポンジなどの柔らかいもので洗ってください。洗剤には食器用中性洗剤を使用してください。蒸気キャップから説明します。蒸気キャップには炊飯中に蒸気が流れお湯がたまります。ご使用のたびにお手入れをしてください。炊飯直後は熱いお湯がたまっていますので、冷めてからお手入れをしてください。冷めていることを確認したら蒸気キャップを蓋から取り外します。ボタンを押して蒸気キャップカバーを蒸気キャップ本体から取り外します。蒸気キャップ本体には水が溜まっていますので、ゆっくりと外してください。溜まっている水を捨て、蒸気キャップ本体と蒸気キャップカバーを洗います。お手入れ後は水気を拭き取ってから元通り取り付けます。蒸気キャップカバーの爪を蒸気キャップ本体の引っ掛け部に差し込んでから、カバーをカチッと音がするまでしっかりとはめ込みます。蒸気キャップを蓋に取り付けて終了です。次に吸水レスオートスチーマーのお手入れ方法です。吸水レスオートスチーマーには炊飯中に蒸気が流れお湯がたまります。ご使用のたびにお手入れをしてください。炊飯直後は熱くなっていますので、冷めてからお手入れをしてください。着脱レバーを押し上げると蓋から取り外すことができます。水が溜まっていますので、ゆっくりと外してください。次にプレートのレバーを押し下げて、プレートを蓋加熱板から取り外します。プレートに溜まった水を捨て、プレートと蓋加熱板を洗います。フィルターを左に回して手前に引いて外します。蓋パッキンや負圧弁は外れませんので、引っ張らないでください。調圧弁、安全弁にご飯粒などの異物が詰まっていないかを確認します。詰まっている場合は綿棒などで取り除いてください。お手入れ後はよく水気を拭き取ります。蓋加熱板はステンレス製ですが、水分が残っていると錆びることがあります。しっかりと拭き取るようにしてください。フィルターは三角マークを取り付け部の三角マークに合わせ、止まるまで右に回して取り付けます。プレートを蓋加熱板に取り付けます。先にプレート下の凸部を差し込み、上部をカチッと音がするまで押し込みます。組み立てた吸水レスオートスチーマーを蓋に取り付けて終了です。下にある両側の爪を蓋の溝に差し込んでから、上部をカチッと音がするまで押し込んで取り付けてください。最後に内釜のお手入れ方法です。内釜はご使用のたびにスポンジなどの柔らかいもので洗ってください。内釜の中では金属製のお玉、フォーク、茶碗など硬いものを洗わないでください。フッ素被膜が傷つくことがあります。
フッ素被膜に関する保証の詳細については取扱説明書の裏表紙にある保証書の内容をご確認ください。